新しく発売されたので、ちょっとレビューしてみようかなと思います。で、こちらが、ラインナップとなっております。今回まず表紙を飾っていたうちの一つ、ゴジラ1998ですね。タクシーがこう汗かいて逃げているところとか、すごい面白い遊び心がありますね。ちょっとこの98が商品化されるのも結構珍しいので、まあ、おおって感じで見てましたね。ビオランテですね。ビオランテも結構いろいろ商品化されてますが、やっぱり今回チョイスとしてやっぱ選ばれましたね。正面からこのイラストで描かれたものですね。結構やっぱかっこいいですね。アメリカ版ゴジラの98と結構似てますね、見た目が。はい、次はジェットジャガーですね。これはゴジラ SP のジェットジャガーなんですけれども、この企画、そもそもゴジラ SP でやればよかったんではと思ってるんですけれども、すごいいろんな、ランダムな怪獣が選ばれてて結構面白いですね。で、この SP のジェットジャガーは、ちゃんとこのアンギラスの、この死体で作った武器と、あ、手にちょっとモスラを持ってるっていうのはちょっと面白いですね、これは。根もすごい渦巻き。はい、次がミレゴジですね。まあ、ミレゴジはかなり、人気が高いので、商品化として選ばれたんですね。もう何の疑う余地もないんですが。かわいいっすね、このミレゴジ。次がチタノザウルスですね。ガチャガチャでは、ちょっとイラストで、このお尻をフリフリしてるところまで こう表現して、商品化されたっていうのはちょっと面白いなと思って見てます。はい、次が、うつの戦神ですね。これが僕が子供の頃に、確かゴジラ VS スペースゴジラがやっていた年の夏に公開された映画ですね。で、このヤマタノオロチのフィギュアがすごい最強で、すごいんですよ、これは。東方怪獣クラブというタイトルのだけあって、ゴジラだけでカテゴライズはしないという感じですかね。鎌田くんですね。シン・ゴジラに出てきた、第二形態ですね。もうこの目とか、すごい、なんか呪術廻戦に出てきそうな感じですね。すごいな、これ。やっぱ、このイラストで鎌田くんが出されると結構マッチングします。かわいい。ってなわけでこんな感じで、まあ最近買ったこのアクリルキーホルダーのガチャガチャを見てみましたが、結構いいですね、これも。この HG シリーズもちょっと飽きちゃったんで、このアクリルキーホルダーでちょっとシリーズが進んだら面白いのかなと思いました。ちょっとマニアックなものも出てるので、はい。なんで、ちょっと、もし次出るんだったら楽しみですね。以上となります。はい。ご視聴いただきありがとうございました。